せっかくなので晴海フラッグもですね見に行きたいと思います。で左に映ってるのが先ほど見学しましたベイソルタワー晴海です。で右ドゥートゥールで丸いやつ入ってますね。24時間やってます。でこれ管理なんですけど上走ってるのでそのまま越えられます。なのでベイソルタワー晴海の方もドゥートゥールの方もですね信号なしで晴海フラッグのですね商業施設入ることが商業施設まで歩くことができます。左手に見えるのが商業施設ですね。かなり近い距離です。これ晴海フラッグのとこ別に封鎖してないんですね。ちゃんともうむしろ整備が進んでかなりできてる状況ですね。あ、そっか、バスはそのままちゃんと来てるんですね。今私は背中側に商業施設っていうところです。バスは今埠頭の方まで行ってますね。でこちらサンビレですね。でこちら商業施設でございます。ちょっとせっかくなので埠頭の方行ってみましょう。見てくださいよこのエレベーターホール。いやすげーかっこいいな。やっぱこれ神ってますね。いやこのエレベーターホール最近分譲マンションでもエレベーターホール設けないとこ多いじゃないですか。これは素晴らしいですよ。デザインが違うので面白いですね。この前より木があってもう本当にいつでも使う準備できてるのもったいないですけどね。来年ちゃんと使えるのかどうかですね。来年必ずオリンピックオリパラやるって決まったわけではないですからね。やる予定ではありますけどね。はい、今ですねこちら埠頭の方に来ました。人がいないです。警察がうろちょろしてるぐらいです。警察と警備の方がうろちょろしてますね。いやなんかもう今すぐ住みたいって感じですけどね。ほんと静かですね。ここになんかすごい人の数が住むってなかなか想像つかないですけども、最近東京アラートでよく映るレインボーブリッジです。ちょっと今日はですね曇り空ではございますけども、かっこいい。いいっすね。もう永久超うまそうね。まあ、これはいい曇っていますけどこれ晴れた日すごいですよ。はい、シービレ側に来てます。シービレのこの曲線デザインこれいいっすね。超やばい、テンションが上がった。今日一かかっこいい。
まあ、パービレもこう、あ、パービレこれ見る位置によってデザイン違うく見える。あー、かっこいい。さっき埠頭の方から見た時と全然違う。あー、これ力入ってますね。かっこいいですよ。わー、なんかこれ分かりますかね、画面上で分かるかな、光ってる部分が あるんですけど、これ要は隔て板の部分を、うわー、これ、あー、やばい、このテンションは。いや、これかっこいい。見てくださいよ、隔て板のところ、斜めカットですよ。うわー、やばい、これはかっこいい。いや、シービレー、やっぱいいな。エレベーターホール見たくてまた来ちゃいました。あー、なんかできてみるとシービレーいいな。やばいよ、かっこいい、すげー、かっちょえー、うん、すごく静かですね。車でちょこちょこ来る人はいますけど、人が歩いております。お、申し込んで落選してしまった部屋が見えます。無念。さて、戻ります。モデルルームの模型がちょっとちっちゃいので、現地来てみてテンションが下がると逆に上がるとがすごく分かれると思いますね。いや、実際にできてみるとハルミクラークのモデルルームにある模型ちっちゃいんですよね。まあ全部でかいの作るととんでもない規模になっちゃうっていうのもあるんでしょうけど、なので模型ではなかなか他のマンションに比べてもよりわからない部分が、現地訪れてみた方がいいですね。まあ、今後再開したとしてこれから検討する方はより現地のですね、この完成した雰囲気も見れるのですごく参考になりますよね。もともと作ってはいたので雰囲気はつかめはしましたけど、いや、全然違うな。まあ、個人的な感想としては、なんか、これもなんか思ってるチープだなってのもあれば、いや、なんかモデルで見てその思ってた雰囲気よりもいい仕上がりになってるなっていうのがすごく分かれますね。はい、ということでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ちょっと曇り空なのは残念でしたが、雰囲気はですね、つかめました。